僕らの人生はまるでジグソーパズル、完成は自分では見ることできないけど、生まれる前からその絵は決まっていて、毎日少しずつピースを埋めてゆく、時には必要なピースが見つからなくて途方に暮れてしまうことさえある。ピースは人や物と出来事に分かれ、人生で出会う人や物語の全てが決められていて、ただすれ違うだけの人や物と、そうでない物ともに分かれる。だから僕は心から願うよ、 You're the justest piece of my life、Peace of your life。 この世に生まれて死にゆく人の数だけ、ジグソーパズルは存在している。目の前の人や物や出来事すべてが自分や誰かのパズルを埋める大切なピース。人のピースも自分のピースも、些細なピースも重たいピースも、泣きそうになるピースも嬉しいピースも、全てがパズルの完成に必要なもの。だからこそ僕は心から願うよ、 You're the just last piece of my life、 I am the just last piece of your life。人や物と出来事に分かれ、人生で出会う人や物語の全てが決められていて、ただすれ違うだけの人や物と、そうでない物とに分かれる。だからこそ僕は心から願うよ、 You're the just last piece of my life、 I'm the just last piece of your life。4月の歌なんですけど、4月30日に作っていましたが、連休に入っていてパートナーがうちにいるので、なかなかこういう録音のチャンスがなくて、今朝ですね、5月2日の朝、パートナーがいきなり仕事に出かける姿を見て、どうしたのって言ったら、今日平日、5月2日は平日なんですね、そうだったんだ、はい、ということで4月の歌を5月2日に録音できました。僕らの人生はまるでジグソーパズル。
最後まで聞いてもらってありがとうございました。